1688年に出版されたアイスランドの本の表紙に描かれた赤毛のエイリーク赤毛のエイリークことエイリークソルバルズソンはノルウェー、アイスランドの狩猟探検家、ヨーロッパ人として初めてグリーンランドに入植した人物とされる。赤毛のエイリークは個人の特徴を名前の後ろにつけて区別する慣習によるあだ名であるが赤毛のエイリークの差がやグリーンランド人の差が 植民の書など、アイスランドサガに残る記録により、こちらの故障で知られるようになった。妻は、ヨルンド・ウールブズソンの娘、ショーズヒルド。彼女との間に、レーフ・ソルバルド、ソルステインロに娘、フレーディースがいたと伝えられている。老いたちの詳細は判明していないが、950年頃、ノルウェー南西部のヤーレンで生まれたとされる。960年頃父が、 殺人の罪でノルウェーを追放されたため、一家でアイスランド西部のハウカダルに移住した。エイリークは移住先で財を成したが、それにより、先住者の豪族との間に、いさかが生じた。彼は、自分の奴隷を殺された報復に、相手の親族を殺害し、ここからも追放された。982年頃帰郷するが、追放時に、 財産の保管を一択した隣人ソウルゲストに返却を拒まれたためこれを盗み出し、後を追ってきたソウルゲストの息子たち二人を殺害した。これに対しソウルゲストは民会で訴訟を起こし、エイリークは再び三年間追放されることになった。グリーンランドはこの時に探索したとされる。こうした行動から粗暴な人物像が浮かび上がるが、アイスランドに渡ってからの農場経営及び、 財産の形成や、グリーンランド入植前の探索などから、人身掌悪と経営手腕に優れていたことが、伺われる。また息子レイフはノルウェーで洗礼を受け、オーラブ一世の命により、グリーンランドに宣教師を伴って戻りキリスト教を、布教したが、エイリークは、古い信仰を捨てず、回収した妻との間に、溝が生じたと伝えられている。ありがとうございます。